踊るさんま御殿のエピソードを送って5万3000円手に入れようって。そんなもらえんのあれ。どうしようもなく他人に嫉妬してしまったこと。嫉妬なんてお手のものでしょ。いや俺の18番じゃねえんだよ。木田さんと一緒に住んでるけど、はい、その鏡の人ちょっと1枚だけでももらえないですかって言ったら、どうしようもなく木田さんに嫉妬する。いやダメだよそんなエピソード。はい、古川さん、はい、今日はですね、はい、こちら見てください。うん、こちらあの12個のテーマが書かれてるんですけども、はい、これは何ですか。見てピンとこない。ちょっとな、ああ、うん、踊るさんま御殿です。あー、踊るさんま御殿。はい、踊るさんま御殿で一般の方からのエピソード募集みたいなやってるじゃないですか。はい、その今募集してるテーマ12個があるんですけども、うんうん、今日はですね、あの年収1000万を稼ごうということで、はい、関係あるのこのテーマ。もちろん関係ありますよ。それはそうですよ。踊るさんま御殿のこちら募集してるテーマに我々がエピソードを送って5万3000円手に入れようという。そんなもらえんのあれ。あれそんなもらえんの。5万3000円そりゃそうです。5万3000円 ?5 万3000円ですよあれは。めちゃくちゃもらえるじゃん。そう、2人で1通ずつ採用されたら10万6000円。夢が広がるな、なんか。え、マジで。そりゃそうですよ。本当に。はい、こんだけ募集してるテーマがあるから。5万3000円もらえるの。5万3000円もらえる、もらえる、もらえる。マジで。もちろんもらえます。うわ、ちょっとすごいね。はい、だからこれで、ね、もう芸人なんてそりゃエピソードなんてたくさん持ってますから。いやいや、まあ、ていうか芸人だったら、まあ、出るってことも言うとしたらいいんだけど、そこではないってことね。出る方は、まあ、それはコツコツ、ね、芸人はコツコツやっていかなきゃいけない。まず、そのなんか投稿者からその目標投稿者から踊るさんま御殿ね。あんまりさんま御殿の登り方としてなんか分かんないけどね。売れて下積みで結構あの投稿の方で結構やってたんですよっていうところから上がってくる人がいるか分かんないけど、常連みたいになっていくシステムか分かんないし、はがき職人みたいに、はがき職人が作家になるみたいな、なんか登ってくるみたいな。誰において常連がいるのか分かんないけど分かんないけど、あ、なるほどね。そういう形で、あのお金を手に入れることができると。確かに思わぬ、ね、そうです。確かにこれ、うん、その抑えられたらでかいよね。うん、だから今日はちょっとこのテーマの中から何か考えて投稿してみようじゃないかと。はいはい、今募集してるテーマでもね。今募集してるね。はい、そうです。でもざっと見た感じです、うん、ざっと見た感じ5の、うん、結婚して知った夫の意外な一面、で6イラッとくる夫の言動、うん、で7自分でダメ妻だなと思う瞬間、うん、で8のうちの夫婦はちょっと変わってると思う。ああ、これ現段階で無理なんですよ。これはもう現段階で4つ、うん、3分の1こそぎ落とされてるんですか。結構これはそうだね、夫婦ネタが多いも、うん、夫婦ネタも確かにあるイメージ。でもこの8のうちの夫婦はちょっと変わってると思うことに関しては、うん、今伊藤彼女いるんで、うん、もうちょっと形だけ席入れてもらっていい。じゃあなんで、なんで5万3000円のために結婚しなきゃいけない。お前さんのことに対してちょっと結婚届け、結婚届けだっけあれ、婚姻届け、婚姻届けだけ出し、ちょっと提出してもらう形だけ夫婦に。そしたら嘘じゃん。役所にただ形だけ、これ投稿するためだけの、 あの提出はしないから俺。マジちょっとそしたらできるけど、ダメなのね。いや、それはしないよ。そんなんで言ったらお前だって今すぐ偽装結婚でも何でもいいからしろってことになるからね。なんかどっかの外国人連れてきてお前やれみたいなことになるから。じゃあ確かにこの5から8までは、あ、そうね、ここはちょっ と、うん、と僕らはまあ手の届かない、うん、もう捜索するしかなくなっちゃうからね。はい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 、うん、でも8つあるから、うん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 、じゃあちょっと上から上からいきますよ。1どうしようもなく他人に嫉妬してしまったこと。はいはいはい、嫉妬なんてお手のものでしょ。いやいや、俺の18番じゃねえんだよ。嫉妬、俺の箱、いつもカラオケ自分の、じゃあ嫉妬でお願いします。いやいやいや、嫉妬歌わねえんだって俺。そう、嫉妬、人に嫉妬するしやすい性格なのかもしんないですけど、あの確かに最近ちょっと嫉妬、はい、はいはいはい、してしまったことはあのなくはなくて、
じゃなくはなくて、なんかギリギリ探したみたいな言い方しないでいいよ別に。嫉妬したことがありましてでいいだろ。あのね、なくはなくてじゃない、 いやありましてでいい。つい最近あったんですけど、うん、僕芸人同士でルームシェアしてるんですけど、はいはいはい、でルームシェアなんかこの YouTube にも出てもらった、はい、学付け、はい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 、の事務所のね、はい、木田さんと一緒に住んでるんですけど、はいはい、もう他にも何か住んでるんですけど、うん、木田さんとも住んでて、うん、でその何日か前の夜、うん、こうリビングに僕がいたら、うん、木田さんが自分の部屋からリビングに出てきたんですけど、うん、その時にあの手に、うん、もうでっかいカラムーチョを持ってたんですよ、うん、でそれカラムーチョをこうやってモニターを食べながらゆっくりとリビングの方に来て、うん、でなんか僕はスナック菓子すごい好きで、木田さんも多分それを知ってるんですよ、はいはいはい、で、ちょっとその僕に見せつけるかのようにみんなカラムチョ食べてきて、僕はちょっとすいません木田さん、そのカラムチョちょっと一つ一枚だけでもらえないですかって言ったら木田さんがダメだって言った時に、僕どうしようもなく木田さんに嫉妬してる。いやダメだよそんなエピソードなあ、カラムーチョを1枚もくれなかった時っていうのは弱すぎる。ルームシェア仲間がいやそうやって読むけど、カラムーチョを1枚もくれなかった弱すぎるだろなあ、今週弱えなってなるぞお前サンマ。これは一応あります。僕はいや嫉妬、これ無理ですか、ね、カラムーチョでっかいカラムーチョですよ。いやでっかいカラムーチョはめちゃくちゃ魅力的でしょ。別になもうお菓子くれなかったじゃ弱いと思うな。あ、何のなんか他にありますか。なんだろうな、嫉妬、うん、嫉妬か、嫉妬ってあんましないんだよね。嫉妬ってあるかな俺。ちょっとずるくねえかお前。なんか嫉妬しないみたいな、今ちょっとエピソード出す時間だから、そうなんかあんま俺嫉妬しないんだよみたいな、人間性できてるみたいなのをアピールする時間じゃねえんだよと。おい嫉妬するだろ。嫉妬ってなんかもったいない時間だなと。何やってんだよおい。これってあんま、お前何やってんの。嫉妬ってのはしないようにしてる。人間性アピールしなくていいんだよ、その嫉妬とかしないみたいな。だったらその時間自分の成長に当てたい。おエピソード出せよおい、採用できるやつ。俺よりひどいじゃねえかおい。その今人間、その小田さんの御殿利用して人間性できてるアピールする時間じゃないんで。あなんかじゃあ、はい、嫉妬あれかな、はい、ポンループポンループポンループグレープカンパニーね、芸人さんいらっしゃるんですけど、はい、の、はい、ツッコミの方の鈴木さん、はい、鈴木さん、はい、うん、が、僕がね、うん、実家がセブンイレブンなんですよ。あ、はいはいはい、で、そうですね、それでちょっと何個か仕事したこともあったりとかして、ちょっとまあ自分のキャラクターの一つというか、はい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 、っていうので一応やってるんですけど、うんうん、そのポンループの鈴木さんが実家ファミマなんですよ。おー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 。でそれを全然活かしてない。はいはい、全然聞いたことないでしょ。初めて聞いた、うん、で実家セブンっていうのは、うんうん、すごい珍しいってみんなが面白がってくれて、あ、じゃあ僕はこれでいけるかもしれないみたいなので、ちょっとこう、そういうなんか SNS でやってみたりとかっていうのをしたわけで、それを全然活かさずにお笑いだけでやるんだってやってる鈴木さんに嫉妬してる。できるかなお笑い。今んとこ実家がファミリーマートなのに言わずにお笑いをやってる。見たことない。そんなカラムーチもさることながら、そのポンループ鈴木が出てくる。ポンループ鈴木、ポンループ鈴木がでもいいかもしれない。出てくる。もうサンマゴデン見たことないから。こういう名詞出てくるイメージないからサンマゴデンに。違うかじゃあちょっと。いやわ、まあ、いやいっぱいあるからまだ全然あるんだ。まあまあまあね。うん。私が気づいた人生をうまくやっていくコツ。ね。なんだろうね、なんか失敗して、うん、そこでこう学んだみたいなことだったりするのかな。あー、僕人生うまくやっていくコツかわかんないですけど、
そうなの。とにかく、うん、その謝ること。とにかく、あ、すいません。すいませんみたいな、その普通の人がすいませんって1すいませんのところ僕 3すいません入れられる。あ、すいませんあ、すいません普通の人が1個しかすいません入れられないところに俺3個すいません入れるから。確かに、カラオケでネタ合わせしててさ、たまにまあカラオケあるあるだけ部屋間違えちゃうみたいな感じで、僕らがカラオケで座ってて、いや間違えて誰かが入ってきた時に古川、あ、すいませんって言って間違えられた側なのに謝ったりするもんね。自分は全く悪くない、相手が悪いことに対しても古川って、あ、すいませんってやりだすもんね。なんかその、俺たちの、あの部屋の座ってる感じとかがその人の本来の部屋にちょっと似た感じに俺たちがしちゃってたのかなっていう意味も込めて、すいませんって言ってたことは、だからとにかく謝る。違う、そういうことじゃないんだ。再現 V でこう、あのサラリーマンスーツの格好したあの役者さんがこうやってやってるのにナレーションでとにかく謝ることっていう、そういうこと、なんかシンプルすぎちゃうな。なんか、なんかありますか。いや、なんだろうな、まあこういうの考えないことじゃねえかな。やめろってだから、おい、なんかおい、その人質アピールの時間じゃないんだよ、お前逃げんのかとか。おい、今考えなくて踊るさんま御殿に自分の採用されるエピソード考える時間だっていうのを優先して、お前踊るさんま御殿動けばいいんじゃん。利用して人間性アピールするんだって、お前それ、良くないぞ、お前よ、このよくは思われるかもしれないけど、そんなことやってたらいつまでたっても5万3000円手に入れられないもんだな。呼ばれる方にも行けないし、こんなんあるとか言われた時に、あ、でもなんか僕そういう考えるのが違うかなと思ってて、そんなやつがないんで、そうじゃん。いや、うまくやっていくコツね、なんだろうな。でお笑いに通ずるかもしれないけど、やっぱりこの人のまた自分のこの失敗とか、マイナスを笑いに変えるっていうことかな。なんかそういう飲み物飲んでいいかな。なんで飲み物飲む。なんで喉乾いたんだよ。飲み物飲む時間だ。なんこれはな。でそういうやっぱりお笑いさんって結構そういう感じ。お笑いさんって持ってて、なんかこのマイナスをなんか意地でもプラスにする、笑いに変える、そういう感覚じゃないかな。違う、ダメだよ。そんなさんま御殿ないって。だからその実家セブンイレブンで、家が、だらけになったことある。そんなことある。再現 V で、お弁当箱パカッて、ああ確かにその絵面がいいからね。そこにセブンつながりで言うと、なかなか理解してもらえない。ゾーン入ってます。ゾーン入ってます。ゾーンなんか入ってねえよ。